寺島直政です親の意見はこう思うばかりにか時に単刀直入で遠慮のないものになり素直に受け入れがたかったりもします。これが祖父母となるとちょっと変わってきます。距離が少しあるせいか妙に心に引っかかったりします。 祖母の教訓、牧野真一。実家を離れて一人住まいをしてみると、私は祖母のことを往々思い出す。おととしの春、七十四歳の老衰病で静かに亡くなった母方の祖母である。何年か前の学生時分、東京で長く一人住まいをしたが、 一週間に一度はきっと実家へ帰ったものだ。一週間に一度は妙だが、当時まれに見る怠惰学生だった自分は、土曜日も日曜日もあったものじゃなかったのだが、帰るときは必ず土曜日を決めて帰り、月曜日の朝、きちんと再び帰郷するのだった。それで祖母と母との手前に、 暗に善良な学生を取り繕い、同時に自らの怠惰を責めるくさびとした。何でも一度落第を余儀なくされた時、怠惰学生には多く豪傑の徳があるが、自分にはそれがなく、至って庄誕で大いに老狽して、ちょっとよを味気なく思ったりしながら、走行とまず祖母のもとに走った。 だが自分は祖母の部屋へひと思いに飛び込めずに廊下にたたずんだ「誰だそこに立ってるのは」七兵兵「七しごんべいかそれとも盗賊か」「私だ」「自分は慌てて低く答えた」「ほう珍しい名前があったものだ」 私はこの年になるまで私という名前の人に出会ったことはない。私さまあここへお入りなさい。そこは橋近ですわ。一体貴様にはそういう癖がある。東京へ行っていれば貴様の顔で他人様を尋ねることもあろう。名前が名乗れぬ時は腹を切って死ぬ時だ。 問われたら名乗るのが礼儀だ。他人にものを言いかけるときには、まず自分から名を名乗るべきだ。いつものことだ。自分はまた一本祖母から叱られた。自分が五歳の幼児から二十何歳の当時まで、祖母を訪れること四千回にも及んだろうが、とうとう自分はただの一回も、 祖母のの手前で名乗りををげてその特診を得たたことはなかった「落第のことを両親に非してくれ」と自分は祖母に頼んだ「男の頼みなら何で口外するものか」だがいっそこのおばあさんにも黙っていればよかったのに祖母はそう言ってキュッと口を結んだ。 確かに一つ涙を飲んだらしかった。あなただから言うが、これこれのことは他人には言ってくれるなと、そういう頼みは再び繰り返すな。バカは恥にはならない。怒るときは真剣勝負だ。出しゃばりはままならん。貴様が学校を出て、どんなところに勤めるか知らんが。 その頃は私は生きてもいまいが、金銭に目がくれて心を売ったり、分不相なことをしでかしたりすれば、私は墓の下から声をかけて叱るぞ。貧乏をしたって恥にはならない。会社へ出て上役のご機嫌が取れなければごめんこうむるというんならごめんこうむらりょう。 家へ帰って一生役場に勤めてもいいから右ぎれに世を渡ってくれ。綿の着物を着ていると言って笑うような友達とは一切付き合うな。ところで落第のことは私が引き受けた。そう祖母からきっぱりと承諾されると私は自分の寂しい了見を見透かされたようで癖癖したが やっぱり育児なくうなずいてしまった。祖母のおかげで落第のことはとうとう両親には知られず済んだ。母にはその後自分から打ち明けて謝罪したが、親父は今もって何も知らないだろう。もっとも私の親父はせがれがどこの学校で何を研究しているか、いつ卒業したか、一切無頓着な人で、 うっかりこちらが親孝行がってしみじみした話でもしたら、そんなことは一度もしたことがないから案外どうだかわからないが、おそらくきょとんとして横を向くだろうと察するのでわざと何も話さないのだ。でも万一この文章が彼の目に留まったら、内心親っと打ち驚くかもしれない。 祖母のことを思い出すと書くことは長くもなりそうだ。だが自分だって大して祖母に感じているわけでもないから、こういう形の文章では書きにくくもある。ともかくこの頃も、また自分は東京で一人住まいをしているが、いろいろと祖母を思い出す。そのうちの一つ。 例えば今日も四五日入浴しないので銭湯へ行こうと思い立ち支度をして湯煎をガマ口から取り出そうとするとぴったり湯煎に適合する小銭がないそこで自分はせっかくの入浴を諦めた「東京へ行ったらいくら所詮だとはいえ銭湯と床屋では決して釣り銭を取ってはならない」。 そこへ行くときには必ず修議と料金とを別々にこしらえて用意していかなければならない。何年か前私が東京へ出かけるごとに祖母は玄関でそういう注意を最後に与えた。銭湯へ行くにいちいちチップを払うやつなんてありはしまい。自分は寝台に上向けになって天井を眺めた。 別に祖母の言を守ったわけではないのだがむしろ武将の業なのだったが自分は祖母のその言葉を思い出して苦笑しながら入浴できない嘘も忘れて昼寝の夢にふけった牧野真一 祖母の教訓朗読は寺島直政でした。